日本習字1月号3年生、はい、筆はいつものように出世とですね、まっすぐ立てるように持ちましょう。指人形、はい、ひらがな柔らかく書きましょうね。上に戻るようにして、ゆったり払っていきます。はい、上の方から、体で引きますよ。一旦軽く押さえて戻るように。そこでね、一旦止めてもいいです。少しね、丸い角を作るような感じね。ここ離れてもいいですよ。はい、そして手は向き合うように打ちましょう。はい、2。こっちのね、左払いが少しうねってるの分かるかな。ちょっと小学生には難しいね。先まで使います。少し軽く入って、だんだん太く、一旦しっかり押さえてからそのまま右に。高さも違うのね。はい、右上がり。わずかに伏せて右上がり、はい、ちょっと隙間を作って、はい、体で引きましょうね。はい、丁寧に止めます。はい、そしてこの3つの払いはこう向きとね、長さがちょっとずつ違うの分かるかな。さっきよりも少し縦なのね、短く、そして長く一番縦、はい、ね、はい、学年9お名前を書いていきましょう。はい、ご自分の9を書きます。はい、ご自分の名前を書いて。はい、3年生でした。